ウニエ、よく聞きなさい。はい、ママ。あなたは今日から一年間地上で暮らすのです。様々な困難がきっとあなたを待ち受けていることでしょう。しかし、あなたはそれに打ち勝たねばなりません。なぜなら。辛くなったらいつでも帰っておいで。あなたは余計なこと言わなくていいの。あら、私は平気よ。だって女王になるための試練でも。それでこそ私の娘です。ウニエ、行ってきます。パパ、ママ、出会う。天空の聖魔法学園から転校してきた田中プニエです。よろしくね。アネゴ、面白くないね。小娘が男に媚び売っていい気になりやがって。あたいの一番嫌いなタイプだよ。ヤキ、入れときやしようか。灰皿。余計なことすんじゃないよ。あたいがこの手でやってやるよ。ほら、いつまで騒いどる。やかましい。男に色目を使ってチヤホヤされて、さぞかしご満悦だろうね、お嬢様。あら、あれはチャームの魔法よ。女の子なら誰でも持ってるの。あなたとっても綺麗だから、素敵なチャームが使えるはずよ。
が使えるくらいでいい気になんなよ。まるでプニエさんの転入を祝福しているようであります。これが学園祭なのね。いろんなお店がある。ほんといい時にやってきたわ。地上って面白い風習があるのね。即位したら魔法の国の学校でもやらせよっかな。なんじゃこれ、うんどれ、わしら殺す気かい。皆さん、ここのカレーにはゴキブリが入ってますよ。こんなもん食えるかい。ボキ最新の注意を払っているので、そんなはず。何かの誤解です。剣にこれが入ってるじゃねえかよ。よし、派手にやっちまいな。派手に何をするんですの。決まってんだろうが、店をギッタンギッタンに。お前は、いや、その、なんだ、蹴るぞ。どこのどなたかは存じませんが、ありがとうございました。何があったの。なぜかあのグループに目をつけられて嫌がらせされて、おかげでさっぱり触れないんです。それはお気の毒に。私がお客さんになってあげる。カレーを一杯くださいな。注文入ります。カレー一つ。はい。お待ちどうさま。うわー、美味しそう。いただきます。ターメリック、クミンシード、チリパウダー、カルダモン、クローブなどなど、スパイスにこだわった本格カレーよ。お味はいかがですか、お客様。天使を呼べ。え？これはカレーじゃない、黄色い餌よ。ひどい。気温品質スパイスの香り、それらはいつも同じじゃないの。マニュアル通りに混ぜたんじゃお話にならないわ。素人が作りがちのクソまずいカレーの典型ね。あーよいよいよ。ちょーちょー、ミリカルトカレブイルゼム。あー流行のスパイスなんかに頼らなくたって、鉄道を愛するあなたにしか作れないカレーがあるでしょ。私にしか作れないカレー。ん？そうか、その手があった。部長、これならいきますよ。そうね、みんな頑張りましょう。それにしても、どうして姉御さんたちが嫌がらせをしに来たんだろう。さっぱり客が来ねえな。二三人しょっぴいてきましょうか。カレー食ってかねえか。マジでうめえのにな。ひょっとして、あしら乙女じゃねえってことなんですかね。何言ってんだい。あんた立派な乙女だよ。こんなうまいカレーが作れるじゃないか。あの魔法のペンダントさえなけりゃ。そうかい、魔法のペンダントが邪魔なのかい。なんだてめえ、店に入ったんならとっとと注文しない。この邪神アニサキスの像で、あの女の魔法を封じることができたら、あんたたちどうするね。魔法さえ投げりゃあんな女怖かねえよ。ボッコボコにして魔法の国とやらに叩き返してやる。おまことか。ではそなたにこれを託そうぞ。オッケー。大変だ、鉄道圏の奴らのカレーが。
ってんだいこりゃ。いや、一見何の変哲もないが、なんだこの不思議な懐かしさは。この器、ただの器ではない。700、300、これはゼロ系新幹線。そうか、これは失われた新幹線のビュッフェのカレーの味だ。しかもただ再現しただけじゃない、主役はこの野菜だ。なんとみずみずしい野菜が生きている。パク、野菜が生きてるだって。まずいね、奴らはどこで作ってるんだ。家庭科室かと。どうするおつもりで。決まってんだろうが、あたいのやり方忘れたのかい。行くぞ。いかがなされた。なんか飛び込むの怖くて。情けなや。ピーラーをここへ。はっ。今こそプニエ様の体温に報いる時ではないのか。何を迷うことがあろうぞ。ブレア。ピーラーの顔。リアット。ははー。ニッチンとも。すまんが。鍋はいずこに。その方すでに目が。野菜の情けじゃ、人参どもごめん。お先に。じゃがいもどの、我らもすぐ参ります。野菜が本当に生きてやがる。あんなやっぱり魔女だ。ぶっ潰してやる。こんなカレー邪道だ。そんな困ります。迷惑な人にはお仕置きの魔法ね。ブリカルートカレフキルゼム。ほら、あ、それはアニサキスの像。どこでそれを。てめえの知ったことかよ。これで魔法は封じた。おめえらやっちまいな。どうしよう、プリンセスロッドが使えない。ならば弾取ったな。ならば肉体言語にて語るまで死ねや。プリンセス巻き固め。なんじゃこの泡。プリンセスチョークスリーパー。プリンセスフットロック。プリンセスアメリカーナ。ドキドキドキピロキンチョークスリーパー。この地味で痛そうな技は。打撃系など、打撃系など可見集大。サブミッションこそ王者の技よ。プリンセス。痛いのダメ。アキレス腱固め。やっちゃった。やっぱりスケバン程度じゃ無理か。試練をやめさせるのは難しいな。おいおいおい。あら、どうしたの。イカのポポ焼きが全然売れないんであります。まあかわいそう。任せといて、世界一のイカポポを出してあげる。ブリカルトカレフキルセム。大王イカだ。違うわ、パヤタ。
お別れを言うのが辛くて黙って出てきたの。プニエ様、マヤタ。お茶目でキュートなマスコット、マヤタ登場の巻。魔法の国の魔女には必ずマスコットがお供するの。そうかよ。でも地上で修行してる間はついてきちゃダメなのよ。ママに叱られても知らないから。別にいいぱよ、怒られても一緒にいたいぱよ。もう仲がいいのね。ああ、私もパヤタンみたいなマスコットが欲しいの。ワクワクマスコット村に行けばいいぱよ、仲間がたくさんいるぱよ。ワクワクマスコット村楽しそう。思い出すよね、パヤタンに会いにワクワクマスコット村に行った時のこと。パヤン。接水、商売の邪魔だ。よっしゃシンゴロ。で、その女がすげえのなのってよ。なんだてめえ。マスコットを探しに来た。マスコットだってよ、バカな魔女もいるもんだぜ。ここにおめえの手に負えるやつはいねえぜ。南のルンルンマスコット村と間違ってねえが、ここは俺たちみてえなやつしかいねえよ。勘違いするな、お前らゲスに用はない。離せ、折れるってんだよ。離さねえとどんな目に遭うか分かってんだろうな。折ったぞ。さあどんな目に合わせてくれる。よしな、お前らの叶う相手じゃねえよ。パヤタンの兄貴。どけよ。ウヌがパヤタンか。その名声ゴートにも届いているぞ。親父、いつものやつだ。へい。なあお嬢ちゃん、ここは楽しく飲んで騒ぐところだ。抜き身の刀みたくそんなギラついた目をしているとこの村じゃ早死にするぜ。早く村を出てどこか安全な町でおとなしくしてるのが身のためだ。口で言ってわかるぐらいならこんなところには来ねえか。表へ出ろ。我がマスコットとなるバヤタン、後の栄達は思うがままだぞ。どうも宮遣いは性に合わなくてね。まあ死の子の言っても始まらねえ。マスコットにしたければ俺を倒しな。それが掟だ。望むところ。プリンセス膝十字固め。ファイル。インセス V1 アームロック。ありゃ、インセスキャメルクラッチ。ポイラ。悪いな、俺は得意体質でね、体中の関節が360度動くんでサブミッションは効かねえんだ。誰かオートに連絡してやんな。しばらく動かすことすらできねえだろうからよ。勝手におしまいにしないでほしいわ。ますます気に入ったわ。我が下僕にふさわしいぞ。死ぬぞ姉ちゃん。王家にとっては死も敗北も同じこと。プリンセスヘッドロック。やれやれ、どんな技で来るかと思えばヘッドロックか。なんとも平凡な技で失望したぜ。ヘッドロックが平凡ですって。おめでたい子ね。何。バカな、兄貴が苦しんでる。ありえねえ、頭突きで巨顔砕ける頭なのに。少しは勉強しておくことも。頭蓋骨にも継ぎ目、つまり関節があるのよ。
ヘッドロックとはその関節を使って脳を直接攻撃する恐るべきサブミッションなり。待て、頭の中をわしづかみにされているようだ。サブミッションは王者の技、決められぬ関節などない。兄貴がやられた。逃げろ。さあ約束よ、私のマスコットになりなさい。後悔するぜ。寝るとき、飯を食うとき、一瞬たりともお前に心休まるときは二度と来ねえぞ。必ず殺してやるからな。何がおかしい。命を狙う家臣の一人や二人寄せずして王と言えるかい。変わった姫さんだぜ。マスコット契約書を出しな。この命の炎、燃え尽きる時まで御身に忠誠を誓う。それ以来仲良しなのよね。じゃあ一緒に学校行こっか。行くぽや。レッツゴーゴーぽや。まあ過去にいろいろあっても今は仲良しだから。いや。どうしたの徹子ちゃん。何ぽや。なんでもない。この子狙ってる。今でも玉取る気満々だわ。さあ遅刻しちゃうよ。使ってないわ。魔法必要ねえだろうな。あら、お猫さん、生きてたの？勝手に殺すな。クキュッ。生まれる確率は120分の1って知ってる？おまき、お楽しみに。